どうも、ネクラです。お久しぶりです。最近動画が止まり気味なんだけど、今回はこの最近出た新しい空っぽペン、カートリッジ式の筆ペンと細筆の空っぽペンを使っていこうかなと思います。ちょっとね、最近出てるものなのでいろいろと買ってみました。でその前に他の文房具もたくさん買ったので、ザザザッと紹介していきます。まず、人参柄のマステ。これね、前買ったって紹介した気もするんだけど、すごい気に入ってるので、もう一回買いました。ラメンがこんな感じ。買ってなかったかな?2 個あっても可愛い柄かなと思ったので、買いました。ちょっと貼ってみます。貼ってみました。こんな感じでね、同じ人参の繰り返し柄です。めっちゃ可愛い。人参のモチーフとか好きなので、買いました。マステは今回これだけかな。で、あとは、国用の糊ですね。よく紹介するこのテープ糊の何カラー、くすみカラーっていうのかな。何シリーズなんだろう。このかっこいい感じのカラーのシリーズを前からね、コンプしたいって言ってたので、今回コンプしてきました。今回増えたのが、こちらのピンクと灰色と水色ですね。で、前回まで買ってたのが、この3色、小豆っぽい色と、白と抹茶っぽい色ですね。この3色持ってて、今回コンプしたので、開けちゃいます。開けよう。いつものドットライナーと中身が一緒です。かわいい。開けるとやっぱもっとかわいいね。こんな感じで。全種類揃えることができました。もうこれがすごい気に入ってたので、こんな全種類集めるなんてことは今後あんまないと思うんだけど、今回はこんな感じ。欲しかったのでめちゃ嬉しい。中身が空になるまで使って空になったら、お部屋に飾ると思います。次が、これいこうかな。テープカッターですね。うさぎさん、多分イースターの柄なのかな。前までこのシリーズで買ってたのがパンダとゾウなんだけど、今回うさぎさんを見つけたので買ってみました。あとね、猫とペンギンとかが出てるらしいんだけど、私はこれは出会ったら買うっていうようにしてるので、で、ペンギン探してたらうさぎさんがいたので買いました。開けよう。これは袋も取っとくので慎重に開けます。販売元がちゃんとセロテープっていうのが安心でいいですよね。これもすごいいろんな色があって、何色があったかな?私はピンクと迷ったんだけど、水色とか白とかいろんな色があったと思います。これもね、ビビッドなピンクとかいろんな色があって、パンダはピンクだけかな?あんま見てない。そんな感じ。ここからテープ出して、ここでカットすることができます。これは飾り用に買いました。こっちもね、多分一回も使ってないと思います。これは飾ってこよう。よし、あとは、ドクターグリップ。私はドクターグリップ一本だけ今までの人生で持ってて、おばあちゃんに買ってもらった15周年かな、何周年かの時の桜柄を使ってたんだけど、なんかね、吹雪の柄とか、四季みたいな柄の時の限定柄を持ってたんだけど、実家を出る時に置いてきちゃったんだよね。それだけが心残り。ちょっとね、もう実家に連絡は取れないので、どうしようもないんだけど。で、最近ね、それもう手に入んないかな、売ってないかなって思って調べてたら、最近新柄でこれが出たっていうのを見て、新柄を買いました。チューリップの柄で、別に裏面には書いてないな。ドクターグリップの紹介だけだな。雑誌のニコラだね。ここに書いてあった。雑誌のニコラと限定コラボで出してた柄で、チューリップが書いてあるやつを選びました。やっぱ白い文房具が最近好きなので、一番白い柄を選んでみました。開けてみよう。ただドクターグリップってこのグリップがゴムですごい持ちやすいんだけど、すごい黄ばむんだよね。昔持ってたその桜のやつも、6年ぐらい使ったら結構黄ばんじゃったと思う。まあそんなに使うことを想定されてないかもしれないけど、これはちょっと
パッケージも取っとくかもしれないので、シールをきれいに剥がします。じゃじゃん、白いドクターグリップです。ここになんか書いてある、 For you、 チューリップの柄。普通にシャーペン使いたい時とかに使おうかなって思います。最近ね、ドクターグリップ全然使ってないので、懐かしい書き心地なんじゃないかなと思います。懐かしいな。そう、振って出すタイプなんですよ。ずっと使ってたから懐かしい。いいね、大事にしよう。じゃあ次がカラポペン以外だと、ラストのシールですね。ずっと欲しかったシールが、いった文房具屋さんにあったので買いました。月と太陽のシール。特に何も言うことはないかな。私の好きなデザインなので、ご褒美シールにしようと思って買いました。白押し、すごい綺麗だね。そんな感じ。じゃあ本題に戻ろう。今回紹介していくのは、カラポペンのカートリッジ式です。どうしようかな。カートリッジ式を紹介するんだけど、何から紹介したらいいかな。まず、じゃあお値段なんだけど、なんかね、これだけ高かった。毛筆。筆ペンだからかな。中にカートリッジが2本入ってて、色を変えることができるのかな。カートリッジにはこのスポイトでインクを入れるみたいだね。裏面がこんな感じ。そう、今までね、カラポペンって後ろカチって閉めちゃうと、もう開かないようにできていたので、使い捨てだったんですよ。インクがなくなったら捨てて新しいのを買うって感じだったんだけど、今回はカートリッジ式なので、使い終わったらもう一回インクを足していくことができます。で、これだけ高くて880円でした。税込みでね。で、その次の本体がこの細筆。これ多分持ってるタイプかな。この前紹介したのと違うかしら。違うかな。今回、どうだろう。あ、同じかな。ちょっと、今回のは根元が黒いから、ちょっと見づらいんだけど、同じかも。前回ね、ちょっと軽く強弱つけられるカラポペンだよって紹介してたやつと似てますね。これもカートリッジ式で、ここが2本入ってて、スポイトがついてるって感じです。これが、550円ですね。税込み550円でした。で、毛筆の上。これはね、細筆もありました。多分、カートリッジが生き残ってても、こっちがダメになることがあるから、替えペンがあるんじゃないかなって思います。多分そうだよね。カートリッジ2本体、そう。だから、一旦こっち買って、ダメになった時に、ここだけ買い替えるんだと思います。で、これがね、660円。こっちの本体よりも、違う、こっちの本体よりも高い。そうだね。こっちの本体より高くて、筆だけで660円します。じゃあ、これセットで買うとちょっとお得かもね。この先も使えて、これに付け替えたりして、何回も洗う人はそれでいいかも。ここに2色入るから、安くいろんなカラポペンを試したい人はこのセットがいいかもね。と、最後、カラポカートリッジセット。5本入りですね。カートリッジと、このボール。インクが詰まった時とかに振るボールと、スポイトがついてます。まあ、普通にカートリッジですね。いろんな色を足したい時に買うんじゃないかなと思います。385円ですね、税込み。でした。じゃあやっていこう。だからね、今回は多分こちら使わずに、本体だけインク入れて試していくかと思います。楽しみ。ちなみにパンフレットももらってきて、カラポペンはインクが出てるのかな？くれたけのインクなんか、インクカフェ。なんかね、インクを混ぜて使える商品もあるよっていう説明書がありました。そんなもんかな。この一番上のが今まで使い捨てで使ってきたカラポペンですね。そんな感じ。じゃあ、使ってみよう。楽しみ。楽しみだな。じゃあ、今まで使ってた細筆から使ってみようかなと思います。こちらですね。開けてみましょう。
ああ、いつもより長いから、すごい楽しいね。持ち心地も違う。今までのがこれぐらいの長さなので、だいぶ長いですね。カートリッジ2個分入ってるだけありますね。だってカートリッジ1個でもいけんのかな？いけそうだね。あー、なんかいろいろ落ちた。ここに固定されてるので、1個だけで閉めたら1個だけで使えるのかしら。使えないかな？使えそう。グッて入るので。なるほど。今回、カートリッジになったから繰り返し使えるのかと思ったんだけど、このカートリッジ自体は使い捨てみたい。このペンとペン先が繰り返し使えるだけで、カートリッジは使い捨てなんだって。そっか。おそらくそういうことかなと思います。とりあえず、最近ハマっているセーラーのこの色を入れて使ってみようかなと思います。じゃあ説明書通りにやっていこう。まず中身を出してカートリッジにスポイトでインクを入れます。ここに矢印がついてるので、これより少なめに入れてくださいってことみたい。そこが満タンだから、それ以上は入れないでねって感じですね。よし、じゃあまず入れていきます。スポイトで吸って差し込んで入れる。いいね。たくさん入れておけるのはいいですね。あと残量もわかりやすいしね。こんなもんですね。どこに置こう。で、閉めて。で、これをボールで栓をするみたい。グイッと。で、そしたら多分ね、このボールが最終的に取れなくなるので、使い捨てになるんじゃないかと思います。袖が汚いな。使い捨てになるんじゃないかと思います。これをググッと中に押し込みます。横から見て見えなくなるまでなので、もっとですよね、多分。もうちょい。こう、そうだね。そんな感じ。こんくらいかな？合ってる？なんか押しすぎても良くないみたいに書いてあるからさ、どこまでやっていいものか。多分こんな感じ。で、これを本体にセットします。おー。そっか、なるほどね。今入れたボールが中に入るみたい。そうですね。完全にカチカチいってるので。なるほど。あ、じゃあそれ繰り返し使えそうだね。多分ボールはこぼれないようにするためみたいだから、使えるんじゃないか？使えそう。何のためにボール入れるんだろう。やっぱり差し込むときに栓ができないと困るってことみたいだから、多分、栓しなくてもこのまま入れてガッてやれば入るんじゃないかな。どうなんだろう。わかんないね。そういうことじゃないかな、と思います。おそらく、まあ買ってやってみるといいかも。自己責任だけど。こぼれちゃうかもしれないけど、多分ね、これずっと繰り返し使えるんじゃないかな、別のカートリッジ買わなくても。って思います。色変えるときは、洗うのがめんどくさいから、本体変えた方がいいかもだけど、良さそう。です。どうなんだろう。で、まあこれは、まだ使わないから、ボールを最初に入れて、カートリッジを入れて、このまま、入れたまま、ここに、セットします。なくさないようにこれがホルダーになるみたいですね。で、あとはインクが出るのを待つだけ。書いてみよう。あ、前回よりなんか柔らかい気もしなくはないけど、やっぱプラ系の筆って感じ。こんな感じで。これが太い感じで、細く描けばこれぐらい細いかなって感じです。なんか、ないかな。何でもいい。単語がなんか欲しいな。インク？インクか。
で、私はまだね、強弱をつけるのに慣れてないから、ゆっくりやれば書けるかも。細くして、N 書いて、細くして、ここから K かな。こんな感じ。ちょっとね、強弱が、私がまだつけられないのであれなんだけど、まあ強弱をつけてやっぱ書くことができるって感じかな。インクの色も結構濃いめに出ていい感じですね。と思います。じゃあ次筆ペンいこうかな。全く同じ手順で筆ペンを使うと思うので、全く同じことをしていこう。同じインクを入れようかなと思います。蓋するメリットとしてはあれかもね。ここに入れとけるね。インク入れて、まだ使わなくても2本セットしとけば出先でなくなっても交換できますね。そういうこと？ どういうことなんだろうね。中身を出して。同じかどうか説明書をバババッと読み込んでいきます。そうですね、同じ感じ。同じ手順で作っていきます。さっきのスポイトでいいね。入れて、こっちに入れて、インクを入れていきます。こんなもんかな。そしたらボールを入れます。グイッと中に入るまで入れて、これがね結構むずい。 で、入れたら本体にセットします。カチッと。で、閉めてインクが出るまで待ちます。簡単だね。まあ、洗い方も万年筆と同じ感じで、1日水につけ置き、ぬるま湯か水につけ置きして、流水で洗って、ペーパータオルとかで拭くみたい。まあ普通だよね。そろそろインク出たかな。まだかな。ちょっと書いてればインクが出ると思うから。出ましたね。ほんと筆って感じ。筆ですね、完全に。毛筆。書道みたい。筆ペンですね。色付きの筆ペンって感じ。こっちの方がやっぱ強弱はめっちゃ出しやすいね。ちょっと和風のイラストとかも描きやすそうかも。そうだね。特に描くことがないのが問題なんだよな。まあ、慣れるまでは書きづらいかも。こっちより、なんかこっち書いてるときは物足りなって思ったけど、それよりも扱いが難しい。まあ練習したりして筆ペンに慣れていくしかない。今までね、筆ペンを使うのが得意だった人とかは書きやすいかもね。イラストとかにいいね。昨日、絵のトピックのグッズを作ってきたんですよ。そのうち動画に上がると思います。そんな感じのイラストとか。絵のと。いや、でも筆慣れてないからやっぱ難しいね。いく。そんな感じです。まあ、今回の動画はこんな感じかな。特に他に言うことはないかも。使ってみたかったカラポペンのカートリッジ式を使うことができました。いや、筆書き心地面白いね。なんか書いてるって感じがしない。ほんと水彩でイラスト書いてるみたいな感じなので、イラスト書く人には面白いかもね。って感じ。
インクの残量がね、やっぱ分かりやすいのはすごくいいなって思います。今までのカラポペンは、スポンジに染み込ませてるので、かすれたら終わりって感じだったけど、残量が見えるのは使いやすいですね。今日の動画はこんな感じ、いかがだったでしょうか？最近、レタリングとか文字書くのとかにハマってるので、夜な夜な日記にイラストや文字をこれを使って書いていくんじゃないかなと思います。昨日文具旅とかオタク旅に行ってきて、めちゃくちゃ撮らなきゃいけない動画がね、山積みで、撮り切れるのかなって感じなんだけど、楽しい動画が続いていくと思います。お楽しみに。バイバイ。